よろしくお願いします。昭和の怪物と言われたその生い立ちを聞きたいよね。あれで石投げたら本当ですか？本当ですか？普通書いてある。だから僕の同じゴールの名前とすると石投げから始めないですね。特別に明かしてるけどね。いやそうですよ。でもここから大学編というか、その前にちょっと言ったけど、ドラフト1位何回かかったんですか？3回ですね。ドラフト何位？1位です。3だと思います。よく知ってるんだ。ドラフト1位3回かかった人は今までいないんで、高校の時にどこにかかったんですか？でも球団なくなってますよね。名前はちょっとあるでしょう。なあ、1回目の阪急、それ断ってる理由って？進学です。それはもう素直に進学なんですよ。いや、例えばですよ、巨人がドラフト1位にかけてたとしたら、当たってたとしたら進学です。本当ですか？東京戦やりたいって言いながら当選に進みましたよね。まあ、早期を取ったからね。早期を取ってないんだけど、そこはね、ちょっと学校関係者いるからあんまり話していない。早稲田の推薦が決まったの？推薦が決まるっていうことは、それなりのものはあったと思うんだよね。頭の中に、頭の中に言ってないんです。いや、だからそのレベルには大してたってこと。だから進学だったから。こだわるな。だってどうしよう。いやいやいや、だから学校で一人枠が持ったのがあったから、進学が入ってるからちゃんと決まってたんだけど、急に慶応を受けることになったの。でも慶応は江川さんの口から言えないことなんだけど、そのまま縁が取ったんじゃ、今年でっていうのがやっぱこう嫌じゃないかとかさ、いろいろ言われるのが嫌だった。だから早稲田はそういうスポーツをやる枠っていうのがちゃんとあったわけで、慶応はそういうのはなかった。ちゃんと受験してんの？普通に受験をしたの。そうでした。いろいろ向こうの事情ね。それこそね、こっちや向こうの事情で言われました。そういうこと詳しくはない人に迷惑かかるから残念なんですけど、80だったら今回80だったら全部買ってもらいます。大学の時っていうのは勉強しなきゃいけないんですよ。そう伸びてたでしょ、旦那がいない時。そういう話になるんですけど、大学って勝ち点制なんですよ。2試合勝たないと勝ちにならない。1試合全力で投げちゃったら2試合目上がんないから投げられない。でもあれだけ石投げたら上がるでしょ。上がらない、上がらない。1試合目に投げるリリーフをする想定で1試合目投げるわけだから、まあ全然じゃないじゃないけどね。でも抑えちゃうってことは一応。ちょっと、もう一緒に来た。どうぞ来てください。江川さん知ってる？いや、もちろん知ってます。知ってる？どんな選手だったら？すごい人です。いや、知ってる？巨人の。そう、大エースです。知らない人。表情がちょっと変わってますよ。なんか、借りてきたら東郷みたいな。これ、飲まれてるんですか？はい、小中の小中の。ワイン相談も苦手です。ソムリエさんなんですよね。名誉ソムリエ。赤も両方好きですか？見れば白か赤か分かりました。誰でも分かるわ。あ、そうじゃない。いや、僕が江川さんにワインを教えてもらった。今話はワインに行ってんの？今ちょっとワインに行ってんの？休み？江川さんは落ち着いてないの？顔は落ち着いてますよ。それで大学の時に、あ、本当戻るのね。どこまで行ったのって？まあ、大学の話はいいかも。プロプロ空白の一日聞きたいです。空白の1日って保有権があって、選手の364日あるの。1日はその次のドラフトのために1日上げてるんだけど、そこが何にも記載されてなかった。ここを契約できるじゃないかって言ってジャイアンツと契約しちゃったわけ。それで世間が大騒ぎになったわけ。10年前からね、巨人と契約みたいな。空白の1日でどうのこうのって言われたら、江川さんが記者に対して、いや、もうちょっと落ち着いてくださいって。あーそうなんで記者が怒り出したんですよ。いや、お前何言い出すんだ、お前の立場に騒いでんだみたいな。何落ち着いてくださいなんて、落ち着けろみたいなのがってね。興奮しないでって言った時の話でしょ。そう、それは記者会見をセッティングしてたんですよ、カメラを、うん、そしたら記者の人が同じ始めたわけ。興奮しないでもう普通に話しましょうって言ったのからカメラが回ったわけ、うん、そっから回ったから僕が突然それ言って映っちゃってるわけ、うん、その前の記者の人が興奮してた。あー、なるほど。俺が先じゃない、本当は。でも映ってるのはちゃんと映されちゃったから。僕の疑問なんですけど、昔からやっぱ巨人って言ったらやっぱ入りたい気分になるんですね。卵焼きがありますけど、昔は巨人、大根、卵焼きって好きな3つだったから。でも入らなかったら親戚関係が青でるかも。それは巨人の前ですね。九州のクラウンさんっていうところに指名を受けて来てくださいって言われて2回目なんですよ。その時に来てくださいって言われたんですけど、親戚はみんな反対してやめてくれ。商売に影響が出る。だからクラウンさんにお断りをしたんですよ。
せっかく1日に来てくださいっていうのをお断りすると感じ悪くなるわけよ。しょうがないよ、そういう親戚がみんなもう父親のところに来てもうやめさせてくれ、社会人でもどこに行ってくれと、巨人が来るまで行くなっていう。で、3回目でどこドラフトですって、そこら辺がお前が歴史が甘いことすごい大きい球団ってこと。そうそうそう、阪神かい。おー、お前だよ。それで小林さんとね、電撃トレードがありました。平原さんは争いたくないと言いながら幼少の頃から、中学校の話に戻るんですけど、僕はトレードを決めにあたって金銭トレードとかってお金でこう、カラカラしてっていうシステムだったら誰にもかかんないので、お金で勝利してくれ、トレードしてくれ。そしたらでもさ、ピジャマという玉なんだったらさ、金銭なんてもったいなさすぎてするわけない。子供だな。子供だなじゃない。そういう理由だったら OK が出たんですよ。それで完走したんです。そしたら小林さんがトレードされた。もう世の中の敵に回したみたいな感じだったんですよ、最初ね。いや、辛かったでしょ、やっぱ。これそうですね。私たちのファーストゴロどこじゃん。内野手ですね。うん、よかった。嫌がらせだね。それは普通ですよね。でも、奥さんたちが集まった時に、女性には小林さんの力が必要だと。今まではこういうことであったかもわからないけども、今後はない。日本一になって、優秀旅行のハワイから。その時、男性ゴルフに一緒に。女性は食事会みたいな、女性だけであったんだ。自分の家内の一緒の他の選手の奥さんたちが主人たちに言ってたと、家内にしようと。それを帰ってきたら僕は言われたわけです。みんなで泣いたと。そこで、いやー、皆さん結構そういうことも多いですよね。何が？甲子園の最後のマウンドに集まった時もそういう逸話があるじゃないですか。まとめに入ったね。逸話があるじゃないですか、甲子園で。このピッチャーを持って優勝できなかったらもうおかしいっていうぐらいのチームだったわけ。天体というか、もうあいつに聞いてくれみたいな、そんな感じのチームだった。甲子園の満塁になった時にさ、雨がどん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 降ってて、2、3になった時に集まった時に、お前が一番得意な球投げろって言われた時に感動したんですよね。今まで煙たがられてたの、やっぱスターで確信があるね、笑顔。他のメンバーなんて全く目立たなかったので、孤独の世界に入った。でも最後に集まった時に、ここまで来れたのはお前の力だと。お前が納得のいくボールを投げてくれた。何投げたんですか？ストレートです。そこで勝てるんだったらいいけどさ、押し出しだって。そう言われたら、その試合を続行するというよりも、高校野球さんなんかで一番速い球を投げて終わるっていうのが一番いいじゃないですか。それは江川さんの美学でしょ。彼らはやっぱり勝ち上がったと思います。そうだね、それぞれの思いっきりなこと、思いっきり食べました。大谷がよくやってると思う。バッターとしてはすごいいけると思います。バッターは二刀流きついって、できないと、できないと、できないと、